ねえ。どうも、ゆびです。あのさ、ちょっと前から思ってるんだけど、ステンレス製のタンブラーが欲しい。かなり有名なのだと、サーモスの真空断熱タンブラーっていうやつ。結構ね、いろんなこう商品紹介系の YouTuber さんが紹介してるタンブラーなんですけど、これね、めちゃめちゃいいっぽいんだよね。氷が溶けないタンブラーって言われてるらしくて、もう保冷力が抜群みたいな。氷をね、入れた水とかが、まるで入れたてのように冷たく飲めるっぽいんですよね。もう夏終わってさ、あんま冷たいもの飲む機会なくなるかもしんないけどさ、でもやっぱ飲むじゃん。で、あとあったかいのももちろん保温性あるから、あったかいまま多分飲めると思うんだよ。で、僕が今使ってるのはこれなんですよ。銅製のマグカップ。おしゃれなこう喫茶店とか行くとさ、アイスコーヒーがこれで出てきたりするんですよね。これもね、めちゃめちゃ保冷力あんのよ。冷たい。で、銅はすごく熱伝導率がいいから、めちゃめちゃこう冷たいんですよ、外も、外側がもう。こう当てた時、唇に当てた時にすごくこう冷たさが伝わるというか、唇に当てた時にすっごい冷たいの。これがまたいいんだけど、ただね、この銅の悪いところはさ、水滴がついちゃうっていうところね。で、今これ結構部屋涼しいからあれなんだけど、どんどんこう垂れてきちゃうわけよ、水滴が。で、このデスクがさ、もうびしょびしょになるみたいな。だからさ、今こうやってコースターをさ、下に敷いて、こうやって飲んでますけど、っていうのと、銅だから錆びちゃうんですよ。これわかる？ほら、ここら辺、ほら、こことかね、やばい。ほら、これも非常にね、よろしくない。でもこのステンレス製のタンブラーは錆びないし、水滴もね、外側につかないんですよ。全く買いでしょ。買いですよ、こんなの。ということで、ポチるか。あ、待って、この商品には新しいモデルがあります。だっていいじゃん、いいじゃん。新しいモデル、あ、ちょっと容量が多い。420ml。ちょっと多いよ。アマゾンだったらね、1300円。やばいっしょ。買うっしょ、これ。よーし、注文は確定する。ポチッ！買いましたー。よし。じゃあまたこれね、届いたら、ご紹介しようというふうに皆さんに思うんだよね。待っててくれよ。じゃあな、ユーピーでした。ブロッ！